ナンバー・アイメンバーが語る自由と挑戦の香り、イブ・サンローランのリーブラ、フレグランスの世界への新たな始め最近、ブック・ジャパン公式ウェブサイトにて、ナンバー・アイの平野耀さん神宮寺ゆうたさん、岸ゆうたさんが、イブ・サンローランのアイコンフレグランス、リーブラの世界を表現したコンテンツが公開されました。 フランス語で自由を意味するこの香りは3人のアーティストがどのようにしてその世界に没入し自身の新たな挑戦を紡いでいるのでしょうか。今回はその舞台裏に迫りながら No.I. のメンバーが語るリーブラの香りについて深掘りしてみましょう。本文 No.I. の3人が語るリーブラの香りとは ナンバーアイの三人、平野志耀さん、神宮寺ゆうタさん、岸優太さんが、リーブラの香りを通じて表現したのは、自由と挑戦の精神です。フジタレビューによると、彼らはフランス語のリーブラが持つ意味に共感し、その香りを身にまといながら、よしには無限の可能性がある。飾らず、素直に、文らしく。 僕はよしに新たな物語を綴るという言葉で自分たちの感情を表現しています。この言葉は、リーブラの香りが持つ独自の魅力とそう待って、彼らが新しい冒険に挑む姿勢を象徴しています。オウックジャパンの公式ウェブサイトでは、 彼らのインタビューや香りを感じるための動画が紹介されており、リーブラがどのように3人のアーティストと調和し、彼らの個性を引き立てているのかが垣間見えます。彼らは力強く前へ進み、挑戦していく存在として、リーブラ、ノリと共によしなきらめきを表現。クールでアイコニック、さらにドキリとするようなセクシーさも表現しています。 と述べ、リーブラの香りが彼らの強さとセンスを引き立てていることを示唆しています。平野史よしな精神で新たな物語を紡ぐ。平野紫洋さんは、リーブラを通じて文のよしな精神を表現しています。彼のインタビューでは、吉には無限の可能性があるという言葉が印象的に残ります。 フレグランスをまといながら、彼は飾らず素直に、そして運らしく新しい物語を紡ぐことに意味を見出しているようです。リーブラへの香りが彼にとってどのようなインスピレーションとなっているのか、その背後にあるストーリーに迫っていきましょう。神宮寺雄太、挑戦と自由の融合。神宮寺雄太さんもまた、リーブラを通じて挑戦と良しの融合を表現しています。 リーブラへの香りは、彼にとって新たなる冒険への一歩を象徴し、その中で自身の個性をより深く発見しているようです。彼の言葉や動画を通じて、リーブラが彼の中でどのような変化を生んでいるのか、その瞬間に迫ります。キシユタ、香りとアートの共鳴。キシユタさんは、リーブラを通じて香りとアートの共鳴を感じています。 リーブラへの香りが彼にとってはクールでアイコニック、そしてドキリとするようなセクシーさを表現しているとのこと。彼がリーブラをまとうことでどのような表現力が生まれ、彼のアートにどのような影響を与えているのか、その独自の視点を探っていきます。香りの力で新たな挑戦。ナンバーアイの平野耀さん神宮寺勇太さん。 シユータさんが、リーブラの香りを通じて表現した自由と挑戦の精神。彼らの言葉や動画を通じて、香りが彼らの内面にどのような変化をもたらしているのか垣間見ることができました。リーブラを単なる香水ではなく、アートの一環として、アーティストたちの表現力を引き立て、新たな冒険への勇気を与えているようです。彼らのインタビューを通じて、 香りの持つ力がどれほど深い影響をもたらすか、そしてこれからの彼らの挑戦にどのような役割を果たすのか、今後の展開がますます注目されます。リーブライの香りに包まれたナンバーアイの新たなショーがファンにとっても待ち遠しいものとなりそうです。とっても